それでは豚キムチを作ります。まあ、作るってことでもないですね。レンジのでチンする料理なんですけど、今日清水に、うちのスタッフの清水にですね、レンジには解凍機能があるということを初めて教えていただきまして、今解凍して塩と胡椒を振りました。前の動画でもご紹介しましたけど、塩少々というのはこういう指3つでつかめる量だそうです。ですがこれあだから塩少々ですね。でも塩少々、これ 200g の肉ですけど5回ぐらい振りました。まあだから結構かけたってことですね。いつも言ってますけど塩は大事ですから、多めにかけても大丈夫です。で、ここに、レシピ本ではごま油を小さじ1さじとなってますけど、私はいつも言ってます、油を使わない料理なので、ごま好きなんでごまいっぱいかけます。なんか甘くなっちゃうかな。それとここに、あと材料は長ネギ半分と、キムチを 80g だっていうことなので、あ、長ネギを先に入れなきゃダメなんですね。この長ネギはどうやって切るんですかね。ザクザクでいいの。斜めだそうです。長ネギは洗うんですかね。洗ってないですけどいいんでしょうか。洗わなくていいんでしょうね。長ネギを適当に切って、これも好きな人だったらいっぱい入れちゃっていいんだと思うんですけど、はい、これをこの上にかけます。あ、香りいいですね。すごい香りがいいです。いや今日朝うちのお客様と話してて、早速 YouTube でこの料理の、動画を見てくださって、でそのお子さんが高校生なんですけど、あの先生、まあ直接何度か会ったかというこがあるんで、あの先生が料理を作ったんだなということで、作り始めてくれたそうなので、できれば皆さんの中で知ってる人がいたら教えてほしいんですけど、キムチ甘いんですよ。甘くないキムチをご存知の方がいたら、ぜひどこで買えばいいか教えていただけると嬉しいです。あ、ちょっと入れすぎか、まあいいや。もうこれで準備 OK です。でこれをふんわりラップを かけてって書いてあるんですけど、軽くこれ斜めにすればいいと思いますので、これで、2分30秒加熱するだけです。そうですね。ではもう下ごしらえができたので、あとは出来上がったらまたご紹介します。ですね、温める時に3分間はじめに温めて、で、中をかき混ぜて、2分半、もう一回温め直して、出来上がったのがこれです。香りはとてもいつもの通りですけどいいです。まあ、ただね、この撮ってる時も言ったんですけど、私キムチ好きなんですけど甘いの苦手なんですよ。で前にまたそのうち話することになるんですけど、甘くない、キムチ作ってるお店を見つけまして、で食べたんですね。そしたらすごい美味しかったんですけど、今度シーボっていう症状が出ちゃったんです。シーボっていうのは腸内細菌が異常に増えちゃう症状なんですけれども、で腸内細菌が増えすぎちゃうと、あ、小腸内細菌ね、大腸内じゃなくて 小腸内細菌が増えすぎてしまう症状で、それが起きるとね、かえってお腹の調子悪くなっちゃうんですよ。そう、一般的に大腸には腸内細菌ものすごい多いんですけど、小腸はそんな多くないんですよね。で、それが、まあ、とにかく、大腸の方ではなくて小腸内で増えてしまうと、かえって便秘してもらったり、まあ、私便秘したことなんかなかったんで、それを食べるようになったら、便秘してしまってお腹にガスはたまるわなんだで、ちょっと大変だったんですけど、まあ、そういうのもあって本当は
甘くない、なんだあれ、これ何でしたっけ、甘くない、あ、キムチ、キムチ、あ、女房も教えてくれました、甘くないキムチを使いたかったんですけど、まあ、そんな、なかなか見つからないので、そのまま使いました。まあ、いずれにしても下ごしらえに3分もかからずで、温めで全部で5分半ですか、とても簡単にできますし、いつも言ってる通り油使ってませんので安心して食べられます。香りもいいです。まあ、ただいつも思うんですけど、私結局なんか器を見極める能力がないみたいで、これもまたこぼれてますね。まあ以上です。食べてる時、あ、一口だけ食べてみますね。多少甘いですけど、いつも思ったより甘くなくていいです。うん、美味しいです。まあ、これからちょっとレパートリー増やして、作る品目も増やしていきますので、ぜひ、一人暮らしをしている方がこれ見てましたら、ちゃんと作るようにしてみてください。で、できるだけ、いつも言ってますけど、安い外食産業とか、コンビニ食、スーパーのお惣菜、冷凍食品、できるだけ使わないようにしましょうね。それでは今日の話は以上です。